今回は9日目、10日目のクエスト攻略を一緒に紹介します。なんやかんや重なりまして投稿が止まってしまいました。すいませんでした。クエストの紹介です。9日目はホリデーツリーの下にある宝箱を開ける1回、10日目は1回のマッチで食べ物を食べる5個です。おすすめの場所はキャンプカドルです。キャンプカドルにはホリデーツリーの近くに食べ物の箱があるので効率が良いです。進行方向にある白いクリスマス仕様の木がホリデーツリーです。ここに降りて宝箱を1個開ければ9日目のクエストはクリアになります。宝箱を開けたら右側に向かってトレーラーへ行きましょう。紫のトレーラーに向かってください。この中に野菜箱があるので開けましょう。ここで野菜を4つゲットできましたが、まだクリアになりません。坂を登ってピンクの屋根をしたファンキーなお家に向かってください。敵が来たので退散です。本当は入ってから右側に向かうとクマが座ってるテーブルに野菜箱があります。このテーブルに野菜箱があるのでゲットしてあとは食べるだけです。以上で9日目10日目のクエスト紹介になります。これからも役立つ情報を動画にしていくので、チャンネル登録、グッドボタン、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。